駅のホームは地上9メートルの高架に。その下には飲食店や土産物店が集まる商業エリア。 JR 四国は今日新たな JR 松山駅を今年9月29日日曜日に開業すると発表しました。また松山のチーズケーキ専門店やうなぎ屋など地元の店を中心に18のテナントが入る予定の商業エリアの名称は JR 松山駅だんだん通りに。伊予弁でありがとうを意味するだんだんで、利用客への感謝を伝え人と人をつなぎ地域を紡ぐ通りになってほしいという思いが込められています。開業に伴い開業前日の28日深夜から29日の早朝にかけて線路の切り替え工事を行う予定で、駅発着の一部の列車が部分運休となります。また準備工事のため21日の午後10時40分ごろから終電まで、特急列車は伊予北条駅から松山駅間で、普通列車は堀江から松山駅間で運休します。この区間ではバスやジャンボタクシーによる代行輸送を行う予定です。